はい、皆さんこんにちは、しもりーですー。はい、ということで本日の動画なんですけれども、サムネタイトル見てもらったら分かったり、ヤクルト純正オーダーでこちらの最強中継ぎピッチャーリア対で登板です。清水昇投手リア対で使ってみたー。はい、ということで今回こちらに表示された2024シリーズ1清水昇投手を今回リア対で使っていきたいなと思います。見ていきましょう。978、制球80、スタミナ65、制球型のピッチャーになっております。そして球種ですね、ストレート、カットボール、ドロップカーブ、ツーシームファーストということで、こちらのツーシームファーストの曲がりがですね、かなり特徴的なオリジナル変化球となっておりまして、斜め右下方向に落ちるフォークみたいな変化球、そんな感じになっております。こちらかなり珍しい球種、清水昇投手しか持ってないと思っても過言ではありません。で、一応抑えも B 適性持ってます。特能ですね、超対ピンチ20丸、キレコントロールということで、特殊能力最強のピッチャーになっております。このね、特殊力全部発動したら相手の能力ゴリゴリに下げますし、超大ピンチ発動によって変化量もかなり大きく上がります。清水投手ですね、個人的に12球団でも結構使えるんじゃないかなと思ってるピッチャーになっておりまして、このツーシームファーストの変化量がかなり大きいのでゴロを量産できます。なのでですね、ノーアウトランナー 1,2 塁、ワンアウトランナー 1,2 塁などの場面でですね、投げることによってゲッツを取れるピッチャーになっておりますので、使うならそこら辺のね、対ピンチの場面が発動するのがおすすめとなっております。ということで早速リア対の前に称号チャレンジ同値狙います。はい、ということで称号やっていきたいと思います。個人的にですね、同値になってくれば一番嬉しいんですけども、極意書は使わずにちょっとねポンポンやっていきたいなと思います。ポン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 という感じで全力投球、これは悪くはないけども、ポンポンいきましょう。もう一回いきましょう。頼みます、頼みます。同値よろしくお願いします。星2で OK、 星2で OK、 マジで本格はこれ結構いい。いやー、これでいきます。本格派でいかせていただきます。ということで請求型になりましたので、これでいきます。今適当にやったら同値決まっちゃいましたね。ちょっとこれでいきます。ちょっと同値決まりましたんで、えぐいえぐい。はい、ということでよろしくお願いいたします。1試合目のやっていきたいと思います。今回先発ピッチャー小川投手でございますね。今回高校ということで、1回はとりあえず小川投手でいきまして、ピンチの場面が来た場合に継投して清水投手ね、早速投げていきたいと思いますので、とりあえずピンチになるまではですね、小川投手で投げていきたいなと思いますので、ランナー2塁以降になった場合、清水投手継投でいきたいと思います。第1センター、相手の方はね、成績も結構揃ってる方なので、打つのも結構うまいかなと、打率はそこまで高くないんですけども、打つの結構うまいんじゃないかなと思いますので、小川投手もね、そんなリア対向きではないので、正直なところ言うと、なので打ち込まれる可能性もありますので、バッチー、来た、ランナー2塁、はい、来ました、ピッチャー、交代していきたいと思います。ナイスボール、交代、継投いきましょう、清水昇投手、来ました、超大ピン、はい、超大ピン、相手もフル高橋をしてたけど。初球はとりあえずストレートから入っていきたいと思います。ここも多分ね、清水とツーシーム張ってると思うので、相手の方もはい、ナイスボール。こうね、ツーシーム張ってるとストレートに振り遅れてしまうという感じなので、でここからはですね、ツーシームはですね、ボール球活用しながらしっかりとここを投げていきたいなと思います。ベストピッチしっかり意識して、はい、ナイスボール、はい、2球で抑える、はい、ということで清水としっかり抑えましたので、今回バッティングいきたいと思います。相手先発ピッチャー則本投手ということで、今シーズンから抑えですけども、相手は TS の則本投手ということで、スプリットフォークでございます。しっかりとこれね、このフォークとスプリット、回転少ない方がフォークで、回転多い方がスプリットでございます。でストレートもね、頭に入れながら、これスプリット、こんな感じね、一応ね、変化的に分かってる超奪三振症出た、えぐい、いかす、ここ、いや、えぐいって、ここ、超えろ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 、超えない、4枚、いや、きつ。はい、ということでとりあえずちょっといった清水投手ですね、ここはね、行きたいなと思いますけれども、基本は清水投手ですね、もう2回買いまたぎはしないようにですね、継投していくようにしましょう。あ、いなした2回からはですね、ピッチャー、違うピッチャーに変えながら、投げていくのがいいと思いますので、いや、きつー、そのヒットきついけども、オーケー、はい、ナイスボール、オーケー、はい、抑えていく、勝ちます。さあいいな、行きましょう。池山選手から2回スタートでございます。特殊力出てないけども一発、ランナーいませんからここ0対0、1点取ったら勝ち、一発かまして勝ちます。ないよ、それはフランよ、それはフランス、それはフランスだマジで。それとここ、ああこれきついけど追っていく。長打警戒あざ、長打警戒あざ、先頭出ました。続いて山田哲人いきます。ピッチャー交代、ライデル・マルティネス投手ありがとうございます。この系統は個人的にナイスでございます。ツーシームスプリットピッチャーでございます。ツーシームストレートありますけどいらんよ、いらん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 、それはいらん。ツーシームストレートで OK よ。スプリットはとりあえず一旦無視で OK です。変化量一緒ようわからないんでツーシームストレートインコース。9名は何で来るか。ここイヤーボール、ごめんなさい。ゲッツやめて、ゲッツやめて、ゲッツー、オッケー。えぐセカンドえぐ。はい、ということで特別延長来ましたけれども、とりあえず清水投手ですね、このままいきたいなと思っておりますので抑えていきたいなと。はい、ということで特別延長来ましたので清水投手フル清水ということで、ここは超大ピンチ出ましたのでここは清水投手のままでいきたいと思います。ここツーシーム入って OK、 よっしゃナイスショーが入ってきた。これが清水強い。これはちょっと大ピンチ出てないんで変えます。はいナイスボール、はい振っちゃう、ナイスボール、よっしゃ、はい、めっちゃね、めっちゃ微妙なヒットですけども勝たせていただきましたということでありがとうございました。2試合目も清水の強さ見せます。はい、ということでよろしくお願いいたします。2試合目の方やっていきたいと思います。はい、ということでこれ阪神純正だと思われる方が来ました。2試合目ということでこちらの先発ピッチャー星投手ということで、清水投手はですね、大ピンチになったら、継投していきたいなと思いますので、ピンチの場面になるまで飛ばしていきたいと思いますので、2回になったらピンチじゃなくてもね投げていきたいなと思います。この阪神純正にね通用したら結構ね、通用するとは思うんですけども、やっぱ強いよというところ見せたいと思います。初球打ちナイスボール、はい、ということで1回はねしっかり無失点に抑えましたので、相手先発ピッチャー西投手ということで、バッティングね勝ち込んでいきたいなと思います。1番守備、はい、広角チャンスが強っ、吸収 OKOK、 結構新しめナチュラルシュートね、 OK、ナチュラルシュートバージョンですね。ここうまい、ナイスパスね。やはり1番は塩見強い、はい、2番村上宗隆かまします。盗塁はしません。ナチューシュね、ナチューシュ頭入れていや、あ、いいよいいよいいよ、はい、村上、はい、見えてます、はい、見えて、違うんかいな、フォアボールかい、ボールやないかい、まだいきましょう。3番サードの、はい、広角選球、かまします、ここかまします、阪神純正の西打ちます、集中、ここはい、ナイスパスね。それはさすがに打ちます、申し訳ないけど今のは甘すぎ。いきましょう。4番広沢アーティスト、アーティストかい、一発かまします。アーティストなんかいってことで、ゴーゴー、ヒーローソーさん、これがヤクルト純正の4番バッターヒロさんでございます。最強アーティストあざす、やめてー、それだけやめてほしかった。はい、ということでよろしくお願いいたします。3試合目の方をやっていきたいと思います。先ほどまさかの相手途中リタイアということで、想定外でしたけれども、ちょっと今回ですね清水投手ポンポンポンと抑えまして、ポンポンポンと抑えましてですね、そこで強さ見せて動画でもうね軽やかに締めていきたいなと思いますので、小沢投手抑えようが抑えまいが継投していきたいなと思いますのでよろしくお願いします。いきましょう。はい、ということで清水投手継投していきたいなと思います。ここですね大ピンチの場面じゃありませんけれども、スピリッツ5000オーバーということで、ここかましてね、ここしっかり1回もうね抑えまして、もう勝ちますでしょうということでですね、もう速攻で清水投手これ強えよっていうことで、はい、ナイスボール、大ピンなくても強い、普通に強い、もう高さで遊ぶのもいいんですけども、個人的に横幅でですね、横幅ではないです、横幅で、ね、遊んでいくのが結構強いかなと清水投手そんな感じで、ね、思っておりますので、縦でストライクボール、ね、出し入れするのも強いんですけども、この横で、ね、ストライクボール出し入れするのも結構、はい、強いですということで、清水投手最強。